を磨けならセンスを磨け、OB ディレクターの大藤でございます。あ、すいません、美白中の純ですユニクロ C です。今話題のね、はい、まだ発売されてないでしょ。もうちょいですね。もうちょい、9月の6日。我々販売会、まあ、カーニバル大阪の真っ只中なんですよ、はい、ちょっと話題になっているので、はい、行けるかどうかっていうところはもう含めて、ね、分かんないけどね、関西へ。いやーちょっと時間ないかなとかと思ってはいるんですけど、ただちょっとでもこの動画が買い物の参考になればいいかなっていう、ね、はい、正直見てないです僕は。全く見てないです。ラインナップ、我々自体もそんな話題に、まあちらほら耳にはもちろん入るけど、そうだよね、それこそね、視聴者の方から、まあ、とかもあるし、うん、おそらくユニクロ C のデザイナーに入ってる方をあんまり知らないっていう、うん、多分そうですね、ことなんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、ちょっと僕掘り下げてみたんですけど、うん、クレアワイトケアっていう方なんですよ、はい、デザイナーの方が割ともうファッションエリートでして、結構興味深い経歴を持っている、うんうん、なるほど。有名なのはメーガン妃いるじゃないですか、はい、イギリス王室の、うん、メーガン妃のウェディングドレスをデザインされたのがこのクレア、うん、はい、巷では誰がやるんだみたいな、ステラ・マッカートニーがやるのかみたいなとか、うん、いろいろなんかこう話題がすごい上がってたんだけど、はい、結局蓋開けてみたらクレア、うん、でクレアって誰なんだみたいな、なるほど、あ、イギリス界隈でももう誰だ誰だ、そういう風になったらしいんですけど、うん、でもとんでもない実力者なんですよ、うん、ちゃんとファッションの学校を出てるんですけど、はい、その後なんかニューヨークに渡って、イギリス人なんですけど、うん、ニューヨークに渡ってカルバン・クラインをやったりとか、うん、ポロ・ラルフ・ローレン、ラルフやってる、ラルフ・ローレンのしかもパープルレーベルやってる、うん、それはすごいね、はい、あ、そうですか。でしかもそこでメンズのテーラリングを学んでるらしいですよ、そこでラルフ・ローレンのパープルレーベル、最高峰ですかね、そう、最高峰、最高峰中の最高峰、はい、もうこの時点でもう我々からすると安心感しかない、そうなんですよ、説得力高いですね、非常に。もうこの動画でも幾度となく紹介したあのラルフ・ローレンパープルレーベルをデザイナーとして入ってたっていう方なんで、え、メインで、いや、一応デザインチーム、デザインチームのトップなんじゃないかな、うん、ラルフ・ローレンさんがいるじゃないですか、ボスが、うん、右腕みたいな感じで、そうだろうね、多分やってたんでしょうね。その後にクロエ、PB ファイローが辞めた後の、はい、ファイローの後、後のクロエ、クレアが入って、クロエにクレアが入った、はい、クリエイティブディレクター、クリエイティブディレクターで素晴らしいですね。その後ジバンシーのクリエイティブディレクター、クロエからジバンシー、ジバンシーは女性初らしいです。あ、そう、クリエイティブディレクターが快挙ですね、めちゃくちゃ快挙なんですよ。じゃあもう見なくていいんだ。そうなんですよね。じゃあもう行って買ってください、行って好きなもの買ってくださいと思ったんですよ。まあ、そういう話だね。だからね、彼女が大事にしてるのがテーラリングとか、ものすごくこうミニマルなデザインだったりとかがすごくこう彼女の得意分野らしくて、ってことは我々とのやっぱりこう親和性がものすごく高いと、はい、なるほど、女性だけどちゃんとメンズロー、まあステラさんみたいなもんですね。そういうことなんですよ。ちゃんとテーラリングを学ばれて、そうなんですよ、サビルローではないですけど、うん、アメリカでのそもそもテーラリングっていうのをしっかりと学んで、しかもまあメンズもしっかりやられてた方が満を持して去年出したの、ユニクロ C は、ね、C は、うん、でレディースからまあ出して満を持して今年メンズと、もう出てる、はい、女性が作るメンズウェアってあんまりなんかないじゃないですか、意外とないです。まあね、そんなに多くないね、多くないじゃないですか、うん、だからどういう感じなのかっていうのがすごい気になったんですけど、その経歴でめちゃくちゃやっぱりこう期待感がね、そう、高まります、ね、高まる。で見てないですよ商品はねだ かなり楽しみに、めちゃくちゃ楽しみです。お、今この瞬間に僕見ますんで、はい、お、ちょっと俺も見て。ジュンさんは昨日ちょろっと、ちょろっとね、ちょろっとね、今の説明、ゆえさんね、こう聞きながらこうパターン見ると、いや、それを聞かないで見たとしても、うん、すごいいいなって思った。あ、そうですか。ちなみにルックブックとか見てどうなの？これ今ルックブック全13、まあこれメンズだけね、うん、メンズだけ全13スタイルっていうのを見てるんですけど、今シーズンのこの、まあ、テーマがイギリス の、 その建築様式っていうところにテーマを持ってるらしくて、うん、ね、そう、インスピレーション受けてて、そう、
建築のそういう曲線美とかそういうところが、まあ、洋服に落とし込まれているみたいな、はい、そのままでしょう、まあ、間違いない、そのままは間違いないでしょう。それだけキャリアを踏んでるってことは年代的にもやっぱある程度その我々と多分同じぐらいの年代なわけじゃないですか、クレアさんは、ね、で見てるところもアメリカも見てるしヨーロッパも見てるしみたいな、うん、建築も多分すごい好きな方なんだ、ね、旦那さん建築家なのって、あもうじゃあ、そうですか、ファッションと建築もう完璧なんですよ、完璧の組み合わせだ、ファッションデザイナーのトップはもうみんな建築ですから、ね、そうなんですよ、みんなそっち行くもんね、はい、大人が着るにはふさわしいでしょう、間違いない、以上です。いや素晴らしいよね、素晴らしい、パッと見ただけでもアイテムのラインナップ自体もこの30、40、50代が必要なものがちゃんと分かってらっしゃるなと、大人の方が着る感じの雰囲気ですね、それはもう色も含めて、うん、色も含めてだね、はい、これは潤さんの好きなオリーブも、オリーブもスキーカラーで、ね、入っております、入っておりますし、皆さん分かってますね、はい、ブラックももちろん抑えてますし、はい、まあ、そこにこうちょっとダーティーなブルーが入ってきたりとか、うん、ベージュが入ってきたりとか、ベージュが入ってきたりとか、もう本当に我々が好みとするカラーパレットで、カラーパレットいいですね、コレクションが展開されておりますと、商品ラインナップを見てみますけど、ニットジャケットやっぱりテーラリングでしょういいよね、ニットジャケットね、これね僕ねめちゃくちゃ昔、うん、ユニクロさんのこれはインラインのテーラードのニットジャケットを買ったことあるんです、買われていると、はい、うん、1枚仕立て、うん、はい、いいんですよ、うん、当時のものもね、いいこれクレアさんが仕立てをね勉強したクレアさんがもし作ってたとしたらどうなるんだって、なんかデザインも多分変えてるっぽいんだよね、自分でね、なんか記事を読んだんですよ、なるほど、もしかしたらね、ゴーゴーゴー、これはもうそれをベースとしてクレアさんがモディファイしてる、いやそれは分かんないけど完全オリジナルだと思います、でも似てる、もうすごいミニマルなの、うん、で多分これも1枚仕立てだと思う、1枚仕立てだよ、うん、で良さそうだ、ね、色のこのチャコールダークグレーと、うん、あとはブラックとブラウン、ね、言ったらもう我々のこの秋冬気分が入っちゃってるんですよ、本当にダブルフェイスのコートとかねもうございますし、これはまあ単色もあればイギリスらしいちょっとチェックの、ね、はい、ものもあれば、うん、でフーデッドコートなんか機能性もあるような、これは素材はポリか、フーデッド、あこれねスタンドカラーのコートなんですけど、うんうん、ちょっとこうミリタリーっぽい感じの仕様なのかな、これはナイロン 100%、 ナイロン100%で中綿が100%、うん、ポリエステルで入ってると、これ今ね気になるの言ってるの、いやもうどんどん言ってる、どんどん言っちゃってるよ、もう私はほぼ気になってるってことなんですか正直このねリラックス V ネックセーターこの辺も大人だったら例えばクルーネックの T シャツとかを中に入れて、うん、一応商品のページではシャツを入れてるけど僕だったらまあクルーネックの T シャツだなみたいな、うん、そういう着こなしもいいなみたいな、気に入っちゃってるじゃないですかテンション上がっちゃってるじゃないですかスウェットオーバーサイズのこれ、これはねサイズ感がどうかっていうところではありますけど、見てる感じだと抜けがある、ある抜けがあります、テンション上がっちゃったんだよこの人、スケール式ないですよこれこれちょっと素材が気になるっすけど、気になりますね、ちょっとつるっとしてる、まあ見た目ね、うん、あのボンディング系だとそうだね、そうですね、難しいもんね、はい、難しいですね、いいラインナップですよ、いいです、ね、なんかみんな好きそうだよね、わかる、パンツだけちょっとって感じかな、ワイドパンツが好きだけどね、パラシュート、パラシュートはね、いいね、そうですね、パラシュートはいいかなっていう感じはしますけど、テーパードのパンツこの辺はちょっと見てみないと何とも言えないなみたいなところですね、値段も比較的 U と同じぐらいって感じかな、ね、うん、とはいえ全然もう手の届く範囲って感じかな、手が届きすぎるでしょ、とんでもなくとんでもないプライス、なんならもう気に入ってたらもう色違いでお願いしますみたいなところもあるぐらい、いやいや、本当に小物も、まあ、ミニショルダーバッグ、バック系も吉田カバンさんから影響を受けてるっていう感じじゃないですか、もう完全にワンチャンありますね、ヘルメットバッグじゃないですか、ワンチャンありますね、完全そうですね、そうですよね、ジュンさんなんかでもいい価格帯のサイドゴアを探してたって言ったから、ちょうどあったよ下の方で100ですよ5,990円です、うん、これちょっとまあね、その辺はね、いや、これ気になるな、僕。どれ？ナイロンフーデッドネックウォーマー。好きそうだね、これ。これをさ、ね、ズキみたいなやつ、まあ、ズキみたいなやつ上質なちょっとコートとかと合わせて使ったりするといいんじゃない？アクセントでもいいですね。そう、アクセントとしてね。大体いいじゃないですか、もう。いや、大体いい、ね、ほぼいいじゃん、もう。チュンさんはビビビッと着てるやつ、うん、ニットジャケット。
あとはおお、やっぱりまあまあそこが気になるよね、うん、フーレットコート、はい、うん、V ネックセーター、一緒じゃない、大人だから大人だからしょうがないよあとね、スウェットワイドパンツ、丈長め、あー、これ結構、うんうん、結構好き、うん、まだ素材よね、ちょっと入ってみたい、はい、あとストーン、まあ、スフレチャンキーストールか、うん、ちょっと巻いてみたいかな、うん、みたいな、まあ、長さとかサイズとかによりますよ ね、うん、ね、うん、ぐらいかな、うん、結構いいもん、ね、スタイリング組めちゃうからね、そうですね、うん、ちょっと生で見て、いや、羽織ってみたい、ね、見てみたいけど ね、 そうですね、ちょっと状況によって、ただ6日発売でしょ、おそらくファッション YouTube チャンネルやられてる方々が多分先にお出しすると思うんで、ね、僕らは全然多分後になると思います、あげるとしたらね、週明けとかになる、はい、もう全然後になると思うんですけど、それまで待っていただけるんだったらやってみようか、はい、参考になればいいんじゃないかなっていう感じはしますけどね、まあ見に行くだけ見に行きたいですよね、まあ、いやですね、せっかくなんでね、行ってみたいね、はい、やっぱダメかーってなった場合はなしなしで、ね、になるんで、その時は、うん、まあ、ご了承いただければ、はい、なかったら、ね、あ、やっぱダメ、そういうことだったんだなっていうことになりますんで、うん、はい、ちょっと一回行くだけ行ってみましょうか、結構今見て、初めて見て結構気になった、いや、テンション上がってる、それはね、それが答えですね、はい、作ってる人も作ってる人なんで、うん、いいものなんじゃないかなっていうふうに思いますし、この後の動画をちょっと購入動画になるのかどうか楽しみにしていただければという感じでございます、はい、ということで今回はユニクロ C 発売前レビュー動画でございました、最後までご視聴いただきありがとうございます、ありがとうございます、この動画が面白いと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録をせずによろしくお願いします、お願いします、それではセンスがあれば何でもできるよ、ユニクロどっち、こっちこっちでしょうね、こっちそっちなんだ。